ようお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。はい、妖怪ウォッチ第208話の感想を言います。208話はね、バスターズトレジャーズ編のね、最終話と、あとは普通のケータ編ですね。で、バスターズトレジャー編はね、ジバニャンとかの、なんだっけ、なんとかジョーンズとかが、なんかバッチーノっていう敵を、ね、やっつけて、はい、めでたし、めでたし、でめたし、でめたし、って感じでね、終わったんですけど、で、もう一個のね、ケータ編の方はね、なんか、ケイタくんが腹痛になる話ですね。で、なんか、ケイタくんがね、トイレの中で、助けをね、求めて呼んだ妖怪がね、ジバニャンなんですけどね。ジバニャンだにゃん。そう、ケイタくん、なんか、トイレの紙がなくなっちゃって、なんか、どうしよう、困ったってね、ジバニャンを呼んだんですけどね。で、まあ、ジバニャンはなんか、チョコボを食べようとしてたところに呼び出されたから、切れて、ね、ケイタくんをボコボコにしちゃったんですけど、にゃん、そう、にゃん。そう、どうせだったらね、そう、髪がないんだったらね、そこでジバニャンを呼び出したんだったら、ジバニャンのね、このおしっこ色の汚らしい腹巻きでね、ケツを拭いてほしかったですね。にゃん、なんてこと言うにゃん。はい。あ、でもね、ジバニャンの腹巻き、ちょっとおしっこ色で汚らしいから、これでケツを拭きたくないね。俺っちも腹巻きでケツ拭かれたくないにゃん。汚いにゃん。でもジバニャン、ケツ拭かれたらさすがにね、腹巻きボーボー気にするよね。にゃん、ケツ拭かれたくないにゃん。はい、ということでね、妖怪ウォッチ208話の感想は、ケイタくんはせっかくトイレでジバニャンを呼び出したんだったら、ジバニャンの腹巻きでケツを拭けばよかったのになーっていうことです。はい。それではさよなら、ボーボー。